お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、20勝チャレンジの方をやっていきたいと思います。で、今17のね、2敗っていうわけで、まあ、あと3勝ですね。あと3勝すれば20に到達なんで、まあ、そちらをやっていこうと思うんですけども、今日はですね、こちらスケラ。スケラですね。なんだかんだ僕スケラ結構好きなんで、まあ、使ってるんですけど、今流行りが、なんかマスケ、メガゴオーブンのバーバリアンスケラが流行ってると思うんですけど、まあ、それではなくて、まあ、ちょっとね、アウトロー、ボムタワー型の、はい、こちらで今やってて、さっき17の1だったんですよ。17の1で、18勝にしてから動画撮ろうと思ったら、調子乗っていったら負けちゃったんですよね。しかもなんかめちゃくちゃ相性いいんですよ。めちゃくちゃ相性いいんだけど、なんか、インドラが入っちゃって、っていう、まあ、のがあって負けちゃって、まあ、スケラで今ずっとやってる感じなんでね。はい、あと3戦、まあ、スケラで勝ちたいと思います。っていうわけで、結構、やっぱまあ、考えてやんないと勝てないですね。しっかり考えてやんないと。この辺になるともう上手い人しかいないんで。というわけで、よろしく。で、安定のアピールしていきます。20勝してますよ、アピールして、分からしていきます。で、このデッキ、結構高回転かつ、アイゴレタウトローの2枚立てなんで、なんだろう、結構両サイに触れるっていうのは、いいとこ ではありますね。アイゴレ、雪玉か。なるほど、雪玉、エレキ、これは、ポイズンは打ってもいいか、打つか。メガナイト、あーだね、メガナイトですね。メガナイトラムですね。メガナイトラムだから、これは。これでもハンターだけで受けれますね。これはハンターだけで飛ばない位置にこう出してあげることによって、よいしょ。今言うのとか、そう、うまいかったらこのタイミングに言うのは来ますね。分かってますね、この人。分かってますね、今。で、多分、スペルはポイズン、雪玉、ロリババの3スペだと思うんで、スケラが言うほど刺さんないですけど、まあ、ポイズン防衛させて、あ、ペック工場だ。じゃあ、メグナイト工場だ。ん？なんか事故ってないって。いや、これは美味しいですね。しかもメグナイト咲いてるんで、まあ、ガゴがあると、ちょっと厄介なんですけど、ガゴがあると厄介なんですけど、これでスケル打って、いや、ガゴがないことに乗ります。ああ、まあ、メガナイトか。地味に回転早いな。メガナイト受けされるけど、まあまあ入ってますね。で、工場咲いてから、ポイズンとロリババはメガナイトで、もう一枚咲かないと、工場回ってこないんで、まあ、言うのが来るかな。ああ、なるほど。いや、分かってますね。これでも、一応釣る。よいしょ。で、こっちにもう一回呼び寄せて、やばい、ハンター、ハンティングしっかり働いて。さて、やばいですね。さて、やばい。これ、ボムタワーギリ、間に合う、OK。爆破ダメもあるんで、その辺うまく使って。よいしょ。うん、ターゲットが危ない。まあ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 、左にしかもダメージ入ってるんで、これは大きいですね。しかも、まあ。しっかり後ろから、で、これはポイズンかな。よいしょ。しっかり防衛します。で、インドラが入って落ちるのだけは気をつけたいですね。そのターゲットリセットできるカードはないんで、このデッキ。で、インドラだけは絶対気をつけて、まあ、あとは、そんなに、意識しなくてもいいかな。OK。で、まだスケラ打てないんで、一回待って、OK。で、普通に、単体スケラだけでも相手もきついと思うんで、これ。まあ、状況を見てやっていきたいと思いますね。これスケで受けて、あえこれで低めに受けて、このまま両サイの形ができますね。暇すぎるからボムタワー置いて、スケラ打ってきます。で、ここで防衛ポイズン咲かして、後から楽に防衛できるようにします。防衛ポイズン咲いても結局ダメージ入るんで、これ。OKOKOK。で、アウトローでメガナイト受けるでしょ。で、ハンター取っていけば工場もそんな怖くないんで。うん。早めに出して、いっぱい出してあげて、OK。アウトローが結局、最強なんで。結局、アウトローアイゴレのこれ2枚立てっていうのが最強なんですよね。OK。で、これで、まあ、スケル打っちゃって、ちょ、早めに打っちゃいます。メガナイトがあるんで、そう。大体どうせポイズン防衛で、OKOKOK。スケラに行くと、いいよ。ハンター頑張れ。ワンチャン入ってるよね。オッケー。でも一回後ろから組み立てて、
まあ工場に対してしっかりボムタワーを置くのをミスらなければ余裕ですね。これスケとかで囲んだりして OK で、ロリババでターゲットって、よいしょ、ダイゴルもターゲットって、よし、でまたこのままボムタワーが防衛してくれるんで、ポイズン削りですね。ポイズン削りかっこ、まあ、スケラでも削るんですけど、よいしょ。でここロリババでエレキちゃんと処理して、ガールは微妙に残る。 OK、 ワンチャンやばい。さて、いや危ない危ない、危ない危ないですね。でここでボムタワー最強ゲーミング、ふー、まあこれは勝ちましたね。さすがにこれは勝ったっすね。さすがに勝った、さすがに勝ったと思いたいですけど、でこういうのワンチャン許容してもいいですね。一回許容して、後ろから落ち着いて、まあポイズン、いやオッケーオッケー、相手も焦ってますね。焦ってるんでもう攻めてくるしかないっていう。オッケーオッケーオッケー、で相手はポイズン避けないんで、よいしょ、抑えたら相手は終わりなんでね。オッケーってことで、もうロリババスケラしてポイズンでジジ勝ちましたね。ポイズンもしてもこれは多分刺さりますね。ふー、まあ最悪ここで落ちなくてもあと40秒あるんで、回して回して左側しっかり防衛します、形作って、オッケー、勝ちましたね。ボムタワー置いて、まあ焦らず焦らず丁寧に、オッケー、ふーし、あと2勝ですね。あと2だ、あと2で、このデッキがきついのかな、なんだろう、なんだろうな、今2回バツついてるのが、1回がさっきのがよくわかんないやつと、あれだ、ラバディガに負けたんですね。ラバドラドラディガーみたいなのに、あと少しだったんですけどね、あと少しで勝てそうだったんですけど、あと少しの差で負けちゃいましたね。でも意外とラバがちょっときついのかな、そのポイズンとかだと。とかでアウトローとかが処理されちゃうときついですね。まあなんでラバクローとかだと、まあ一緒いいと思うんですけど、あーこれあれだな、やばい、このハンタースケやばいですね。これ多分バルーンなんですよ、相手。今流行りのアウトローバルーンがあって、それに対してもそこまで相性いいわけではないんですよね。そこまで相性いいわけではないんですよね。だから多分、いやこれは、いや美味しい、これは来た、勝った、これグッドゲームです、これグッドゲームです、これで、あ、しかもコウモリも咲いた。あはー、グッドゲームです。勝ちました。勝ちました。これは勝った。毎回のデッキ分かってますね。あと、雪玉、ロリーバーとかなんで。オッケーオッケーオッケー。いや、防衛がうまい。いや、もっと刺さってもいいと思ったんですけど、まあ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 。今、アドはめっちゃ取れてるんですけど、相手はあと、ディガーとバルーンがありますね。アウトロー、ディガーのインフェルバルーンなんで、ハンター、ボムタワーで、まあ、基本的に防衛していきたいですね。で、ディガーをスケに当てていく感じで。よいしょ。で、あんまハンターだから避けたくないんですよね、僕からしたら。そう、こうなるんで。危ない危ない。で、これはまあしっかり、ロリバープラスのボムタワーでしっかり寄せて、あとハンターで。まあこれは、まあボムタワープラスハンターを徹底していれば、まあ大丈夫なんですけど、このハンターとかポイって裂いちゃった瞬間の逆サイ攻めとかで、アウトローだけだと守れないんですよね。なんで、ハンターはマジで裂きたくないですね。できるだけこのアウトロープラスアイゴレで展開していきたいところではありますね。よいしょ。ふーし。で、これで、まあ、一体側にアイゴレつけて、両サイ側でどっちにもスケラかけられるよっていう状況を作れますね。どっちにもスケできる。処理来るな。これ延命して、このガール延命するだけで世界変わりますね。だいたい左にロリババとか裂きたいから。いや、これポイズン削りいきます。まあ、スケラポイズンでもよかったかな、もしかして。危ない。あ、やばい。さてはやばい。やばい。待って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 。やばい。それで一発入るのはやばいんですよね、マジで。これがやばい。これをされると、ちょっと焦りますね。なんで気持ち、まあ、右側は一回もバルーン入ってないんで、左ケツハンターから展開して。やば、そんなおしゃれなことしてくる、おしゃれすぎるけど、さすがにこれは OK、 カウンターの流れで、これでポイズン打ちます。コウモリとアウトローがあるんで、いやうまいな、止めてきたな。いやでもコウモリ出すこそ OKOK、 ここで絶対刺さるんで、ロリババも今咲いてる、普通にこれが苦しいはず。でガールもきつい、後ろからハンター追加してもいいけど、ワンチャン怖いんで一回待って。 OK、 ガール入ってる、よいしょ。
で、このまま回転で僕の方が早いんで、このままスケポイします。で、もう一回、ルイババ、オッケー。勝った。これは刺さるでしょ。オッケー、ターゲットがロリババ優秀。絶対入る。もう一発。もう一発、オッケー！危ない、危ないですね。ちょっと焦ったんですけど、まあ、この流行りのバルーンにも、結構、まだ一回もまだ負けてないですね。なんで、一発一気に持ってかれることさえ気をつけて、まあ、ハンターとかを持っとくように意識すれば、まあ、このバルーンには、この、絶対スケラが刺さるんでね。僕もバルーンを止めるのが意外としんどいんですけど、こっちの攻撃も刺さるんで、まあ折り合いみたいになりますね、なんで。丁寧に防衛さえしてれば、絶対こっちの攻めが通るんでね。はい。というわけで、ラスト、20勝、いきたいと思います。アイゴレ。うほーミラー説だって、あれだよね。バルーンに入ってないから。やばいな。待って、これのミラーなんかある？え、ワンチャンあるよね。マジでワンチャンある。マジでワンチャンあるよ、これ。いや、違う。ん？アイゴレ、あ、あれだ、バルーンもアイゴレあるわ。普通にバルーンでした。普通にバルーンでした。ってことで、これやばいわ。これやばい。これやったわ。普通にバルーンだった。デッキの勘違いしてた。これちょっとやばい。焦り。一回ポイズンで守る。やばいな。一発入るな。おお、優秀！危ない。ちょっと待って、危ない、危ない、危ない。危ない。同じだ、同じだ、同じだ。危ない。アイゴレがないと思っていた。さっきあったわな。普通にさっきあったわ。オッケーオッケー。これは美味しい。これは美味しい。しかも今コウモリ咲いたんで、これでスケラ打てば相手はアウトローしかないけど、普通にアウトロー受けされてほぼ完封されちゃうんで、ここのスケラはダメですね。その、結構雪玉とかロリババとかの、スペルに弱いんですよね、スケラって。なんで、普通に入るだろうって攻めても結構防衛されてカウンター受けたりするんで、しっかり様子見ながらですかね。どうしようかな。することなさすぎて困ったな。することなさすぎて困ったな。いや、これはハンター咲くしかない。はい、咲いて、ボムタワーで、とポイズンで守ります。ボムタワーの爆破がバルーンに刺さるっていうのをさっき気づきました。これコウモリ咲いてくれたら美味しいんだけどな。これちょっと、あれですね。陰キャ、陰キャで。右側は、OK、来るな。あはん。やばいやばい。これハンターで、オッケーオッケー。さすがにこれは守れる。一発も入れたらダメですね。いてーよー危ない危ない危ない。甘えたらやっぱダメですね。さっきみたいにハンターは絶対出さない立ち回りか、まあ右がダメージ受けているんで、右側にはハンターしていいっていう感じでいかないと、今みたいに甘えたら一気に持ってくれますね。ディガー削りっすね。相手ほぼディガー削り。いや、うめえかよ、マジで。やばい、めっちゃ押されてる。これコウモリ。やば、このタイミングのディーガーはうますぎん？ディーキ玉トロリで防衛。やばい。やばい、待って、19勝はダメ。おい、そんな芸人いらないから、俺に。俺にそんな芸人はいらないから、マジで。みんなやってるけど、俺そんなのいらないから。いや、これダメだ。ロリバー届かねえな。いや、届いたな。いや、痛い痛い痛い。待って、入りすぎやね。いや、ディガープラスの雪玉がやばい。ポイズン。いやー、相手のアウトローの位置うますぎん。いや、でも300なんで、ディガーハンターに当てて、お、ここだ。上だ。オッケー、さっきまでずっと下だったんで。ハンター残れ！うわーし！あるよ。あるよ。マジであるよ。全然あるよ。攻めます。この瞬間にディガー飛ばされたら終わるんだよな。あ、やばい。スケラが入んない。内側。うわー！やばい。待って、待って、芸人だった。最悪だ！くそ、ちょっと待ってよ。マジ？そんなことある？そんなことある？さっき言うだったんだけどな。圧倒的にうまかった。そんなことある？そんなことある？いや、つら。19勝で終わるっていうのを今回経験してなかったんで、めっちゃ辛いですね。はい。というわけで、じゃあ20勝できると思ってたんですけど、できなかったですね。いやー、辛い。ちょい。あれだな、またなんかで20勝する動画出したい。はい、出そうと思うんで、はい、お楽しみください。というわけで、
今回こんな感じで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。